梶谷隆之が最初に出てきた時の衝撃。いろいろ戦列で龍化だった選手おるけど、Y は未だにこいつの衝撃が印象深いわ。当時マジで興奮してたわ。高球場で打ったライトへの弾丸ライナーが忘れられん。この時のバットをゆらゆらさせるフォーム好き。浅村と梶谷でどっちがすごいみたいなすれ立ってたな。ボーンヘッドしまくるゾロ狩りみたいな選手がいきなりホームラン量産し始めてビビったわ。これはスーパー梶谷。あの60本バレンテンよりホームランのペース早かったんだよな。たった2ヶ月で15本やからな。しかも当時のエース級から打ちまくってたし、来年はマジで40本打つんちゃうかと思ってた。この年の成績、これで俊足のショートやからな。坂本超えると思ってたわ。若くて二遊でってこんだけ打ったらそら期待もするやろ。長所のイメージが強すぎる。解説の佐々木がブチ切れたの好き。スペ扱いされてるけど2014-17 までは毎年規定乗ってたんだよな。なお実際才能はガチやったと思う。梶谷のイメージよく言えるゾロ狩り俊足内野だったから、いきなりパワー系になって帰ってきてビビったわ。ご視聴ありがとうございます。よかったらいいねとチャンネル登録お願いします。